久しぶりですね、YouTube。ああ、久しぶりです。ライジンが決まった後に、ちょっとライブをやったりとかしましたけど。はい。で、ライジン32、出場が決まって、はい、あと、まあ、2週間ぐらいですかね、大体。はい。はい。はい、で、須波さんも、対戦相手が変わったり、いろいろしてますが、はい、ちょうど明日から、キャンプというか、はい、行ったりっていう、まあ、練習追い込みの時期だと思うんですけど、はい。どうですか、調子は。調子いいですよ。すごく、なんだろうな、日々学んでる感じがして、伸びてる感じがしてて、すごく調子がいいですね。やっぱ今までのこういうずっと横ばいではなくて、やっぱこう、試合をするというか、試合が決まって、試合に向けてやると、上がるなっていうのは感じますね、今回特に。だから、まあ、今までみんな、こう、周りの選手たちが試合だからって一緒に付き添ってるのと、自分が試合で自分がそこに向かってるのの差を感じました。めちゃめちゃ、いい感じです。モチベーションが違う。モチベーションは、まあ、相手が前で後ろになり、さらにモチベーションが上がりました、僕の中で。まあ、2年ぶりですか、約試合は。そうですね。はい。うん、まあ、その、なんだろう、やっぱそのあたりとか、ブランクだったり、あと、まあ、年齢の話とかね、やっぱそういうことって一応、まあ、言われてもいいと思うんですけど、はいはい、どうですか、自分自身は。反応が悪くなったとか、体力がとか。まあ、それは多分、2年前、負けた2連敗して、3年前、2年前って連続で多分2連敗してて、その時に感じてることなので、うん、特に今がどうこうじゃなくて、でも、その中でもやっぱいろんな方から教わって、反応が悪くなってた理由も分かったので、それも改善できているはずだし、で試合感に関しても、まあ、あるんですけど、まあ、蓋を開けてみないと分かんないですけど、実際2年離れたことがないので自分は。初ですか、開くのは。初めてですね、こんなに開くのは、はい、初めてなんで分かんないですけど、でも、まあ、大丈夫だろうっては思ってます。はい。まあ、逆にその2年空いてることで、はい、例えばなんかノックアウトされたダメージの抜けとか、うん、そういうなんか蓄積疲労とか、そういうのはない感じですか？まあ、自分のこう、体を見直すいい機会になりましたね。まあ、階級も上げて、上げるために、1月中旬から、肉体改造というか、トレーニングを始めたので、その階級を上げるにあたって、いいスパンで試合が組めてるなと思ってます。その気持ちぐらいのやったんですね。はいはい、そうですね。今回は、58.5kg、はい、キャッチウェイト、はい、って感じですよね。はい、だからフライ級よりさらに、まあ、1キロ、そうですね、1.5kg重い階級で。まあ、1ヶ月、約1ヶ月前、試合の約1ヶ月前。なので2、3週間ぐらい前に前田選手にオファーが入って、それで急遽決まったので、本当に何だろう、まあ、きっと本人は落とそうと思ったら落とせるはずなんですけど、うん、それだと、まあ、減量のための練習期間でしかないはずなので、自分も言ったんですよ、素人だったら何キロでもいいんでお願いしますって言ったので、まあ、自分の練習をしっかりしつつ、自分のベストコンディションの階級体重が多分 58.5 って本人が周りのチームと一緒に見て考えたことだと思うので、うん、はい、じゃあそれは先方からの提示っていう、ね、あ、そうです、はい、僕は何キロでもいいですって言って 58.5 どうですかって言って、うん、はい、ぜひよろしくお願いしますっていう。なるほど。はい、田辺さんはストローでやってた時は52キロぐらいですよね。 52.2 キロです。 52.2 キロですよね、はい、ってことは今回は 6.3 キロ。そうですね、かなり違いますよね。イライラする時間が短くなってます。あ、減量で。僕やっぱイライラしちゃうんですよ、減量すると。うん、周りに当たったりしちゃってたんだろうなと思うし、自分の中でこう、ああ、しんどいなとかっていう時間が短くなったので、なんかやっぱ金原さんともちょっと被るんですけど、うん、なんか好きなものを好きな状態でできているっていうか、うん、格闘技好きなんだけど、減量がきつくて、なんかもうやりたくねえっつって、明日も練習かみたいな、日々がそんななくなっているので、そっちの方が良かったのかなって。
ってダイエットのための練習っていうんじゃなくても、はい、強くなるための練習。そうですね、本当に、階級を落としてたのは、名誉が欲しかったからです、うん、そのチャンピオン、チャンピオン、チャンピオンっていう名誉が欲しかったから、あ、3階級制覇、3階級制覇っていう名誉が欲しかったからやってて、はいはい、格闘技は好きになるためにとか、格闘技は強くなるためにっていうものではなくて、本当に名誉が欲しかったから落としていったっていうだけで、今はすごく楽し、好きなものが好きな状態でできている、時間が長いので、うん、うん、血だなって。なんかね、特に北方に負けた後とかは、うん、結構考えましたよ、うん、こんな俺辛いことをやってて結果が残せなくてやってる意味あんのかなみたいな、多分初めてネガティブなマインドになった、うん、敗戦後に、うん、はい、もう限界かなみたいな、ちょっとよぎったっすね、うん、でも今は、まあ、試合に向けて、まあ、結果どうなるかは分かんないですけど、でも好きなものを好きなようにできてるし、うん、やられて悔しい気持ちも全然あるし、その前はやられて悔しい気持ちがいろいろこう言い訳を作ってたと思うんですよ、自分の中で、うん、もう今減量できついからなとかっていうものじゃなくて、今はもう強さを求めてやってるので、やられたら悔しいし、あとは練習中に、そうです、そうです、そうです、うん、どうせこの選手階級重いしなとか、で俺はヘロヘロでこいつは元気だからそうなっちゃうよなみたいな、もう大嫌いなんですけど、そういう言い訳を作って逃げてた、うん、逃げてたなと思ってるんですけど、今はもうそんなこと全くなく、うんうん、強くあるためにっていうのを日々考えてるので、めちゃめちゃ楽しいですね。いいですね、はい、まあ、なんかそれこそね、この間金原さんも見事に、うん、はい、まあ、ほぼ完封というか、そうですね、力の差がもあるように見えたじゃないですか、はいはい、実際あると思うし、ね、あの勝ち方を見ると大臣のチャンピオンになれちゃうんじゃないのって思っちゃう、ね、そのバンタム級のトーナメントでさえ勝てなかった人間がフェザー級に上げてこんなに通用しちゃうのみたいなのはあったので、だからもしかしたらちょっと年齢が上がっていく選手は減量で追い込みすぎないで、ナチュラルに近い方がいい、うん、いいのかもしれないですよね。いや本当そう思います。っていう意味では須永さんもね、今回、まあ、かなりナチュラルに近い体重、うん、そうですね、ほぼ減量ないぐらいですか、水抜きだけぐらいですか。そうですね、2キロぐらいダイエットして、あとはもう水抜きでって感じで、今もうすでに全然水抜きできる状態なので、まあ明日計量って言われても大丈夫、全然大丈夫です、ね、全然大丈夫です、はい、なのですごくいいですね、コンディション的には、コンディション的にすごくいいです、ね、はい、小野さんなんかないですか、ずっと無理だから決算ですよ、試合をちゃんとなんだろう、生で見るのって久しぶりっていうか初めて、初めてじゃないですか。小野谷さん、僕の試合見るの初めて、生観戦は初めて、初です。お、楽しいです。 58.5 は初めてです、はい、初めてですね、初めて。じゃあそこの不安はあります？別にないです。もともとだってパンクラスの時65とかだったんです、フェザー級で試合してたんです。一番下の階級がフェザーしかなくて57キロぐらいではいはいはいそうっすよね、無差別に近いですよね。そう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 、かなり前ですよね、だいぶ前、だいぶ前ですよね、うん、2009年からは階級制にしてるというか、うん、56.7、 12年ぐらいですか、はい、やってるんで、うん、あんまりそこの不安はないですね。全然大丈夫ですね、全然大丈夫です、楽しみです、ね、楽しみの方が、うん、はい、素晴らしい、まあ、あとじゃあその対戦相手の前田義郎選手について、はい、割となんか僕たちぐらいの世代だと、それこそドリームとか、なんかそういうので見てるかもしれないですけど、ドリームで知ってるって感じですよね、多分ドリーム、パンクラスじゃないですよね、こういう時は見てないですよね、はい、なので、まあ、戦績とか見ると、すごいね、金原さんに勝っていたりとか、うん、まあ、昔ですけど、そうそうたるメンバーとか、はい、今成さんにも勝って、今成さんにも勝って、和田辰光選手とか、うん、大塚選手あたりにも、うんうん、っていう。まあ、すごい選手なんですけど、その前田選手についてもちょっと須永さんの方から、はい、どういう選手なのかとか、はい、っていうのを、はい、語ってもらおうかな。そうなんですよ、村本選手が怪我して誰がいいかってなった時に、もう本当に一択で前田後ろしかなくてまあ会見の時も言ったんですけど、今の前田後ろしか知らない人は、はい、金太郎選手とか、はい、北方選手の後ろでわーわーってやってるただの輩、うん、
だろうなって多分思ってると思うんですよ。そのコンフェッションしか見てない人、うん、でも昔はすごい選手で、この選手って、デビューからブワーって15連勝ぐらいしたのかな、うん、チャンピオンにもなったし、まあ自分がアマチュアから耕してきた畑を、パンクラスで当時、まあ、無差別だったんですけど、まあ、約フェザー級というものを作って4連勝した時に2戦目の前田後ろが出てきた。ああ、で自分18年前に試合してるんですけど、はい、それをポーンって超えて、はい、当たり前のように超えて、はい、ポン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 って上に上がっていっちゃって、僕はずっとやりたかったんですよ。彼がチャンピオンだし、彼を追いかけてずっと見てて、で稲垣組の選手と僕何試合も試合をしてるんですよ、はい、藤本選手だったり、はい、藤原選手だったり、はい、藤原大輝だね、大阪でもありましたね、だったりで、まあ、彼らに勝てば吉野に届くだろうって思ってトライしてたんですけど、まあ、勝てなかったりとか負けちゃったりとかっていうのもあって、ずっと吉野が遠くに行くんですよ。でもその間吉野も、ミッチ何やってんのって、もう早く来いよって言ってくれてて、すごくまあ気にかけてくれているというか、でそうこうしてる間に本人がもう相手がいい、ファンクラスで相手がいなくなってディープ行って、でその流れで、プライド武士道で WEC、 だから昔の UFC ですよね、そうですね、 UFC の下部団体、下の階級がないからWEC でドリーム、でまあ自分が吉郎に勝ってたらこのスター街道があったんだみたいな、すごく照らし合わせる選手だったんですよ。なるほど、うん、で絶対届かないってずっと思いながら、あの彼のことをずっと見てて、でまあシュートで、まあ、ディープでもチャンピオンになったので、はい、パンクラスでチャンピオン、ディープでチャンピオンになったので、今度シュートで上を目指すって言って、まあ上に行ってるんですけど、まあ今は世界ランク2位ですかね、でもまあ2連敗してしまってて、なんか終わりが見え、彼の中でも終わりが見えてるのかなっていうのもなんとなくあるし、今まで戦ってきた人がすごい人たちなので、うん、やっぱちょっとダメージもあるだろうなと思って、もしかしたらなんか届かないうちに引退しちゃうんじゃないかっていう、なんとなく僕の中で思っていてですね、うん、はい、だったら自分の名前で彼を呼んで試合ができるのであれば、18年ぶりにこう試合をしたいなっていうのはあって、はい、やっとで届いたというか、18年間はまあ意識はずっとしてたので、僕はいつか やりたいって思ってて、でも僕は階級に今逃げるというか、階級のことを気にしてたりとか、ファンクラスで居続けるみたいなのをずっとやってて、でもどんどん飛んでいってて、彼は未だにずっとデビューからファンクラスのバッテンマークはスパッツにつけててですね、彼もファンクラスシストとしていろんなところで暴れ回ってたんですよ、だからすごくやりたかったんですよね。だから自分は階級を上げることによってそれも見えてきたし、今回村本選手が欠場になったことで、さらにこうまあ来陣の沖縄大会なので綱部はマスト、はい、の選手が選ぶんだから後ろを連れてきてもいいよねっていう感じで、まあ、多分今2連敗してるので普通には呼ばれないと思うんですよ、前田選手大阪大会どうですかとか呼ばれないと思うんですけど、でもまあ自分の名前ででも彼が昔すごかったんだよっていうのを一人でも多くの人に見てもらいたいし、彼と18年ぶりにいい作品を作りたい、はい、っていう、まあ、僕の中のこう思いが彼に届くかどうかは知らないんですけど、でもまあ受けてくれたってことは、この短いスパンで受けてくれたってことは、他の選手だと多分受けなかったと思うんですよ、うん、沖縄から出る、例えば宮城の相手で吉野呼ばれてるよとかだと多分出なかったと思うんですけど、多分自分の名前で出てくれてるだろうなっていうのはあるので、はい、そこはしっかり自分も受け入れて、お互いいい試合をしたい、彼もつけるタイプじゃない。ソファイトスタイル的にはどうですか。どんな。まあサウスポーで遠い距離から中に入ってパンチを当てて、昔はすごく パンチの当て感が強かったんですよね。それでボコボコ倒してきたんですけど、最近はちょっとやっぱ強い人とやりすぎるたりとか、行く選手なので、
もらうことが多くて、それでちょっとダメージも溜まってんじゃないかなと思ってて。直近は誰ですかね。直近達郎です。達郎ですね。達郎。ああ、まあそう。あれはやばい。あれはチョークでやですね。やったり、まあ福田選手も、あの、多分1ラウンド目に足折られて、でもそれでも3ラウンドずっとやり続けるっていう根性、根性だけは本当に、抜かないですよ。心が折れることはないので、まあどっちかっていうとストライカーっていうことですかね。いや、オールラウンダーです。オールラウンダー、寝技も全然できます。はい、和田辰巳選手には多分スリーパーで勝ってます。そうですね。じゃあ、はい、なので、何でもできる選手ですよ。これだけやらなければ大丈夫とかっていうことではなく、何でもできる選手で、やっぱり気持ちが強いイメージはすごくあるので。あ、じゃあその須鍋さんとの対戦ってなったら、そのなんていうんですか、こう主導権争いはどういう打撃なのか、どこにありますかね、ポイント。まあ打撃からスタートするって、打撃を、はい、お互いが出していって、まあ、彼が打撃で主導権を握れば打撃のまんまで来るだろうし、例えば僕が当てれば次の展開として組んで寝かして寝技の展開も、ね、狙ってくると思うんですよ。でも絶対抑え込む選手じゃないの で、はい、で僕もそれはやらないの で、ね、彼に例えばテイクダウンドンと取ってガードでコツコツコツっていうのは絶対やらないので、たとえ判定になったとしてもお互いがフィニッシュに行った結果判定になることはあったとしても、判定でもいいやでお互いは進まないです、絶対。これはもうお約束します、はい、だから絶対いい試合になる、今回 の、 その32の中で一番いい試合を作れると思ってますよ、はい、ファイトオブザナイト、お待ちしてますロマンティルでした、ロマンティルでしたね、確かそうですよね。なので、まあ2人とも、彼は40歳、僕42歳で、今からの選手じゃないって思うかもしれないけど、この32の中で雷神に対してドンと一つ大きな作品を残せる相手だと思ってます、はい、これで今回のこの動画をね、みんなに見てほしいですね、なんかこの須鍋さんと、どういうストーリーがね、選手のストーリーが聞けてよかったですもん、そんな思ってるなんて、ね、全然聞いたことなかったから、ね、今ちょっと驚きながら聞いてますよ。だから吉尾になった時そう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 そ
ないから、そうそうそう、知ってくれたら多分、うん、この試合が多分何倍にも面白く見れると思います。そうですね、うん、しかもまあそのお互いに行くタイプっていうのであればね、うん、展開的にも面白くなりやすいですよね。大丈夫、うん、はい、そうですね。だから須田さんもまあその行くタイプじゃないですか、はい、うん、どっかは絶対山川を作るっていう、はいはい、うん、そこは期待してもらっていいですよね。もちろんです、もちろん、うん、はい、彼としかできない最高のものを見せます。ちょっとこの試合はカルペディウム沖縄でスポンサーズさせていただいてまして、はい、勝利者賞を提供させていただいてるんで、おお、はい、おっと、じゃあ勝ったら、勝ったら南さんから何かもらう、あ、うちのそのエメルソン先生が勝利者賞、よくプレートやってます、はいはいはい、あれで勝った方と、だから、まあ、須田さんが勝ってくれれば須田さんと記念撮影。南さんじゃないですか。僕はそこは一応カルペディウムエメルソン先生が、はい、なんでプレゼンターで、そうですね、うん、前田さんがあったら前田さんとなんかエメルソンさんのツーショットになる。それ良くない。そうさ、ね、勝利者賞はこっちにあげるっていうことができない、できないんですよ。勝った方にあげるだから。そうなんですよ。そこはね、須田さんしっかりね、自分がもらわないと。そうですね、うん、はい、なので、ぜひ須田さんに買っていただいて、はい、カルペディウム沖縄もこう宣伝して、そうですね、はい、僕が持つことによって、はい、そうですね、って思ってますんで、はい、はい、期待してて、期待します、はい、はい、今日はいいですか、はい、こんな感じで、ありがとうございました、ありがとうございます。